以後第51潜水艦は、大日本帝国海軍の潜水艦。艦級は、海大や型で、同系艦はない。海大型系列の潜水艦で、最初の艦。また日本潜水艦で、初めて水蒸気を、試験的に搭載し、発着試験を行った。1940年に除籍、戦歴なし。第一次世界大戦でのドイツ海軍の有ボートの、 活躍に刺激され、日本海軍は潜水艦の整備に乗り出した。本艦はそのうちの艦隊決戦に使用する大型の潜水艦である。1918年の86艦隊案で計画番号 S22 として計画され、クレ海軍交渉で1921年4月に寄港、1924年6月20日に竣工クレチンジュ布石。竣工時名称は、 第44潜水艦であるが、竣工直後の1924年11月1日に、以後第51潜水艦と改名された。本艦の艦型名も、幾度か改正が行われ、海軍大型44型、以後型海大1型、海大1型、最終的には、艦型名なしとなった。海大型潜水艦の系列の最初のもので、 水上で高速を発揮し艦隊と共に行動して、敵艦隊と対決することを想定して建造された。すなわち、米艦隊を繰り返し襲撃することが想定され、敵の速力以上の水上速力23ノットが要求された。当時まだ高出力ディーゼルがなかったため、海中型で採用されたディーゼル機関を4機搭載、スクリューは4軸とした。そのために、 内閣は円筒を二つ横に並べたような得意な形となった。本館ではまず速力20ノットを目指していたが、実際は18ノット強にとどまり、海大系列の潜水艦が速力23ノットを達成するのは1934年に第1艦が竣工する海大6型 A まであと10年待つ必要があった。また航続力は本館は2万回りにもなり、 当時の海中型潜水艦の6000回離から大幅に増大している。本艦はもっぱら実験や訓練用の潜水艦として使われた。この潜水艦の設計及び建造の経験は、帝国海軍が後に大型潜水艦を建造する際の最初となった。1925年12月1日、E52 と共に第2艦隊、第2潜水船隊第17潜水隊を編成。 1928年12月10日、第17潜水隊は、クレチンジュフ付属となる。1931年に、クレ交渉で、円筒系の水蒸気格納等装備、横渉、式2号水蒸気を搭載し発着試験を行った。1933年には、クレ式1号2型射出機を、5甲板パンに試験装備、水蒸気発進の試験を行い、 日本海軍潜水艦における航空機搭載の先駆けとなった。1935年11月15日、第17潜水隊の解体に伴い、クレチンジュフ付属となる。太平洋戦争開戦前の1940年4月1日に除籍される。そのため戦歴はない。クレチンジュフ席のイ、e、51は、海外2型、海外3型へのイ、e、53の3席で1個。 潜水隊を編成し、クレチンの固有番号を与えられて、第17潜水隊を編成した。クレチン10のの、e、E51 と、海外2型の E52、海外3型 A の E53 の3隻で編成。クレで、回収や練習に使用され、昭和10年11月15日に、解体された。日本海軍史、第9巻、第10巻の召喚履歴及び、 漢方に基づく、階級は就任時のもの、ありがとうございます。